フィギュアスケートグランプリシリーズの NHK 杯に異変が起きている。女子選手では異例の4種類の4回転ジャンプを飛ぶロシアのトゥルソは日本女子のエースキヒラリカ19歳そしてハブ26歳が次々と欠場を発表した優勝候補の相次ぐ危険に心配の声が上がるが ハブを知る多くの人はこう話す。この状況は決して悲観的なものではないと、スケートリンクの明かりが消えたとき、時計の針は午前2時を指していた。隣接する大型ホームセンターはひっそりと静まり返り人気はなく、周囲に広がる田畑は深い暗闇に吸い込まれた。ほどなくして、リンクの職員用出入り口のシャッターが上がり、 車庫から一台のワゴン車が姿を現した。シャッターを開けた女性が小走りで、助手席に乗り込む。彼女はハブの姉。運転席にいたのは父親。そして、後部座席には母親とハブが座っていた。この日、ハブ一家を乗せたワゴン車が、演習拠点であるアイスリンクに到着したのは、 午後十時過ぎのことだった。運よく、ハブ選手の姿が見えました。上下黒で、黒いキャップをかぶり、黒いマスクをつけて、黒ずくめのスタイルでした。怪我の報道があったので心配していましたが、車椅子にも乗っていなかったし、松葉杖にも頼らずに歩いていたので、本当にほっとしましたね。 家族総出でハブ選手を支えようとしている雰囲気もひしひしと伝わってきました。目撃した人アイスリンクが消灯するまで実に4時間近くそのまま彼は表情をどのような思いで滑っていたのだろうかこの数日前の11月4日ハブが日本スケート連盟を通じて 今季の初戦となるグランプリ、イカ GP シリーズの第4戦 n h k 杯、11月12、14日を欠場することを発表した。連盟によると、練習中に転倒で負傷し、右足関節人体損傷の診断を受けたという、ハブは、たった一度の転倒で、怪我をしてしまい、 とても悔しく思っています。中略ここまで最善の方法を探し、考えながら練習してこられたとコメントしたが、NHK 杯開催目前での無念のリタイアとなってしまった。だが、彼のコメントはこう続く。今は少しでも早く表情に立つことを目指し、痛みをコントロールしながら、 表情でのリハビリをして、競技レベルに戻るまでの期間をなるべく短くできるように、努力していきます。今シーズンは絶望的北京五輪まで100日を切ったタイミングでの怪我の報道に、ハブの未来をこう憂れた人も少なくない。しかし、表情でのリハビリが深夜の午前2時まで4時間にも及ぶものだったことは、 彼が決して今シーズンを諦めていないことを意味しているだろう。弱かった右足首がさらに弱くハブ欠場の影響は甚大だ。彼にとっての今シーズンの初戦で、しかも日本で開催される NHK 杯、さらには新しいショートプログラム SP のお披露目、ハブ選手自身が明言していた4回転半ジャンプへの 挑戦と、いくつもの大きな期待を集めていました。それだけに欠場にショックを受けたファンも多く、欠場発表後には公式チケットトレードサービス、チケプラトレードに大量の売り注文が出されたほどです。スポーツ紙関係者、チケプラトレードは、譲りたい人と希望する人が低価で取引できる制度で、 すでに多くのコンサートや公演で利用されている。前日の通り、今回の NHK 杯は注目を集める大会だったためチケットの競争率はかなり高かったが、ハブの欠場発表から丸1日経過した時点で、約3000枚もの取引が成立したという。だが、やはり心配なのはハブの怪我の状態だ。 右足関節人体損傷とは、一体どのようなものなのか。スタンフォード大学整形外科の医師、サンノヘカズテルさんが解説する。足首には外側と内側に人体があり。それらは足首の関節を支えるとともに、足関節が必要以上に稼働しないように支えています。その人体を傷つけてしまうのが、 人体損傷で、足関節に腫れや痛みが出て、重度の場合は歩くことも困難になります足首の外側を支えているのが外側人体、内側を支えているのが三角人体で、損傷した箇所や損傷の度合いによって、復帰の目処も変わってくるという、実は、 ハブが右足首の人体を損傷したのは、今回が初めてではない。そのため怪我が再発しやすくなっている可能性が高いと、3のヘさんは指摘する。いわゆる足首の人体の損傷は、関節外側腹人体の損傷がほとんどです。足が打ち返しになることで生じる。とても起こりやすい怪我の一つ。 キープス固定などを行って、一般的には2から3ヶ月で大半が治癒し、さらに半年くらいかけて少しずつ治癒します。ただし、治癒したとしても、怪我をした組織は元のような柔軟性のある人体ではありません。そのため断裂しやすい。怪我を再発しやすい状態になっている。 特にハブ選手のような世界のトップレベルの選手の場合、足首の関節には極めて強い負担がかかっているので、なおさらです。ハブの右足首の最初の怪我は2017年、NHK 杯の公式練習中に転倒して、負傷し、右足関節外側人体損傷と診断された。当初は3から4週間ほどで元に戻るとの診断だったが、 その後、剣と骨にも炎症があったため、回復には時間を要した。結局、ハブは一度も試合に出ることなく、ぶっつけ本番でピョンチャン五輪に臨み、五輪に連覇という偉業を達成した。二度目の怪我はその翌年、2018年の GP ファイナル直前のこと、 フィンランド大会を制した後、ロシア杯に臨んだが、フリー当日の公開練習で着氷に失敗して転倒。痛みに耐えながら出場して見事に優勝したが、その代償は大きかった。右足関節外側靭帯と三角靭帯損傷。右肥骨筋腱部損傷という重傷で、 GP ファイナルを欠場。復帰したのは4ヶ月後の2019年3月の世界選手権となった。2018年。ハブは自身の怪我についてこう述べている。去年の NHK 杯以降、より弱かった右足首がさらに緩くなってしまっている。ほんのちょっとの衝撃でも、 すぐ捻挫になってしまうというのは、本当に悔しい全日本選手権に間に合わせたい、同じ右足首の3度目の怪我となった今回は、勘違いさらに遅れる可能性もあるのではないか。しかし、スポーツジャーナリストの売り山いよしみさんは、今回の怪我は過去のそれとは違うように感じますと指摘する。ハブ選手は本当に、 自分の体を熟知しています。今回は、どの程度の怪我なのか、前置何週間、何ヶ月なのかも全く発表されていませんが、彼はこれまでの経験を踏まえて、これ以上根を詰めたら怪我が悪化してしまう。今は少し抑えた方がいいと自分で判断したのだと思います。また、 このタイミングで NHK 杯の欠場を判断したということは、年末に行われる北京五輪の最終選考会でもある全日本選手権に間に合わせたいという気持ちがあるのではないでしょうか。確かに2018年の怪我の時は歩くこともままならなかった。だが、今回は冒頭のようにアイスリンクに出入りする姿が目撃されている。 ハブ選手自身が表情でのリハビリを口にしているということは、怪我の状態がこれまでほどは重くなく、すでにリンクに立てる状態にあるということだと思います。また、これは憶測ですが、もしかすると4回転半を決められるという感覚がつかめていたからこそ、ちょっと無理をしてしまったのかもしれない。 4回転半の完成が近いということもあるかもしれません。折山さんけがという絶望的とも思えるニュースの裏で、ハブのメンタルに期待を寄せる声もある。2018年、ぴょんちゃん五輪に挑んだ時、ハブは逆境は嫌いじゃないと口にしていた。ハブ選手は挑戦することを大事にしているし、挑戦することをすごく楽しんでいる。 そして何より、挑戦している自分が好きなんです。その分、怪我のリスクは常につきまといますが、そのリスクも覚悟の上というか、フィギュアスケートという競技自体がリスクのある競技だということも理解して挑んでいる。だから彼にとっては、怪我も挑戦していることの証、 怪我を恐れず、常に進化していきたい。新しい世界を見てみたいという精神を持った選手なんです。折山さん国際オリンピック委員会 IOC の公式サイトは11月6日。ブライアン・オーサーコーチが今回のハブの怪我による NHK 杯欠場について彼の本能と直感。 望む方向を信頼していると語ったことを伝えている。同サイトのインタビュー内容を読むと、大沢コーチのハブに対する絶大な信頼が、伝わってくる。彼は十分な経験を積んでいるので、自分が暮らした決断が正しいものであることを知っている。中略彼は自分が何をしているかをわかっていて、 コーチングチームに頼る必要はありません。中略私たちは彼の後ろに立ち。彼をサポートしていくハブが今期もカナダではなく、地元仙台を練習拠点にすることを決めたため、リモートによるコーチングを行っている大沢ーーコーチ。だが、もはやハブには指導すべきことは何もなく、 ただ、後ろからサポートしていくだけなのだという。それほどまでに彼は、技術面でも、精神面でも、高みに達しているということなのだろう。11月8日、ハブがイメージキャラクターを務める東亜薬品のウェブインタビューが配信された。その中で彼は、 チャレンジへの決意と原動力についてこう語っている。やっぱり皆さんの目から見たハブっていうのは、オリンピックで2連覇しているし、4回転半っていうものにチャレンジしてたり、なんか取るもの取っただろうみたいなところがあると思うんですけど、叶っていない夢もいっぱいあって、もっとゲームもうまくなりたいし、笑い。 ベースとかギターとかドラムとかやりたいし、本当は野球ももっとやりたかったし、例えばすっごいちっちゃいことで言えば、バッティングセンター行けないなとか、みんなと一緒に遊びたかったなとかって思った時期もいっぱいあったので、叶ってないものはたくさんあると思うんですハブがハブでいるために、諦めてきたもの。 捨ててきたものは、数知れない。NHK 杯決上の発表後も、深夜から明け方までひたすら練習に明け暮れたかと思えば、遊びにも行かずに振り付けの構想を練り、体を鍛える。毎日、黙々とスケートのことだけに集中し、滑る。失敗する。 それでも滑る。そんな彼の姿からは、最後は僕が勝つという覚悟が見て取れた。